はいどうもこんにちは、ピアソのエイトトンです。今回は5年間貯めたアイテム全部分解したらどのぐらいかけら集まるのか検証してみたいやっていこうと思います。やっていきましょう。で、これどういうことかっていうと、このゲーム内でね、紫のこのかけら、これがあると思うんですけど、これをたくさん持ってたら衣装とかにね、交換できるということなんですけど、これをなんと、既存のアイテムを分解することで集めることができるんですよ。はい。はい。ここの、調査整理アイテムっていうとこを押すと、これ今自分が持ってるやつがめちゃめちゃ出てくるのね。うん。で、これを、しかも分解できるの。このやつとかを。この、あった。はい。この、例えばキャラクター7日間解放カードとかを1個140かけらで分解することができます。で、これをめちゃくちゃ貯めてるので、しかも1回も使ったことない。ほぼほぼ。うん、で、それを分解したらどのぐらい集まるかちょっと気になったので、今回オルトノン全て分解してどのぐらい貯まるのかやってみようと思います。いや普通にさ、かけらが無料で手に入るってありがたくない？普通にありがたい。どんぐらい貯まるかも全然わかんないけど、俺は1個第5人格縛りやってて、ログインボーナスは受け取らないっていうやつやってるんだけど、それでも多分結構あると思う。ログインボーナスって何？なんかこの第5ログインしたとこでなんかやるやつ、対戦系統のやつとか。いや何の縛り？これを今週ログインとか、食べた方がいいよ。ここあのなんか6日目とかでさあるんだよ、うんうん、これを絶対受け取らないっていう縛りやってるんで、まあ、めんどくさがっとるだけやろ絶対。いやこれはねもうね、制約と制約なんだよね。これを受け取らないことによってハンターを極めるっていう、あのそういったバフがあります。何を言ってるんだか、皆さん、まあ、それを抜いた上で、ね、まあ、俺はね分解していきますね。ってことはうちの方が多いかも。いや多分ノンの方が多いと思うよ。うち全部しっかり受け取ってますじゃあちょっと、じゃあ分解しよう。じゃあノンから、あ、じゃあ俺から行こっか。あ、オッケー。うん、これガチャとかも分解できない。あ、ガチャはあれだ、分解マーク出ないわ。あ、割引カードとかもできないのか。さあ、アイコン枠交換カード。これ今シーズンの、ランクの枠がもらえるやつですね。あ、これが確か一番高かった気がする。これ一番高いの、うん、あ、ちょっと置いとく、うん、じゃあ他のこの友情のペンや友情とかも全部分解できないのか。共通キャラ、こんなんいらないんでね。はい、これ140やったやろ、1個が。さっきの200やったっけんね、単価が。あ、単価違うんだ、うん、本日は表示しませんよ。じゃあ分解し、560、あ、しかも分かりやすいようにね、全部消費して俺1にしてきたんで、うん、総数が俺の総数になってきます。はい、1000 1000ってどうなん。お、200、これ高い。アンロックか、キャラクターアンロックが高いですね。うん、キャラクターアンロックなんかしないんでね、はい、20とかね、これね。うん、この辺ちょっとたくさんある、たくさんやっぱ持ったやつってやっぱ安いんだな。うん、リアリティ高いやつほど少ないよね、うん、多分。なるほどね。さあこの辺も、いや待って、これサバイバー体験カード105枚あるんだけど、めちゃくちゃあるけど、あのこれ1000、でも1000たまった。まあ、これハンターのやつもまあ大体1000ぐらいかな。おー、はい、これ今でも5000、あ、5000か。これが、あ、SSR 解放カード、あ、いらないです。はい、分解です。1000もあるんやん。もうじゃんじゃん分解するから、すごっ。1000、いや一番とこ今んとこあれ高いんじゃないか。やっぱ SSR 解放カードってレアなんだよね、うん、いや UR 解放カード分解して、そう、今度なんかゲットしたら分解してみるわ。1200、これも高いね。やっぱ SSR 関連高いわ。はいはいはい。で、いや、やばい、めっちゃある。 SSR、 あ、1日解放かってなってくる。あ、でも高いわ、107枚。はい、全部分解しますこんなんやるやついないだろ。1万もう超えてるよ、かけら。ほんとだ、待って、 まだまだあるんじゃないかな。でもこの衣装系がやっぱ高いか。そう、ね、メインのやっぱ、うん、この衣装交換系が結構メイン臭い気はするけど、あ、なんかこれは無理だ。キャラクターこのなんかやつは無理だ。臨時衣装だって、もしかしたらレアなのかもしれない。これも SSR 携帯品結構多いよそれ。あ、そんなことはないか。5個。あ、これ結構数少ないってことは結構入手手段限られるのかもしれない。次のハテナ気になる。これ何、これ、何それ、アンロック、あ、エモート、解放カードだ。これ結構これ残しとった方がいいんやない。残したいな大体あるけど、たまに持ってないエモートとかあるからね。そういう方がいいんやない。1個ぐらい置いといたら、まあいいだろ、まあ、そのうちまたもらえるかな、うん、全部分解するんだよ。嘘、あ、ほんとだ。あ、え、意外とすぐか、ね、うん、え、俺の5年ってこんな一瞬で終わると、なんか虚しいで、この辺のなんかダイスのやつは無理で、あ、ラス ト, ラスト、これ置いといた方がいいの、大丈夫。いや、もうさよならです。あら、まあ、で、あ、それも、あ、これラスか。うん、それそれ。ランク45枚解放します。今シーズンもまだ交換してないけど、9000 じゃあいきますよ、うん、分解。はい、俺の総数はこちらになります。あ、意外とでも少ないか。 22,452 溜まりました。でも2個ぐらい衣装交換できるかな。2万かけらあったらなんか買える。あの UR1 着とちょっと貯めれば2着ぐらいか、うんうんうん、UR、 じゃあ次の UR セットとか来たら携帯品と衣装まとめてこれかけらで交換できるね。いけそうやね。はい、っていうぐらいには一応溜まりました。
もう全くデイリーボーナスを受け取らない人間がやるとこのぐらいになります。じゃあうちはもう7726あるんですけど、はい、このままね追加していってもらえたら嬉しいです、はい、ってことでじゃあやっていきますか。この辺のアイテムっていつゲットしてるんだろうね、よくわかんないんだよな、うん、知らん間にねもらっとるけどね、うん、イベントのやつとかでもなんかもらったりとか、まあ、あとはなんだ、まあ、ガチャとかで出てたっけ、それランク引き法とかで出るか、あんま出ないか。いやもう本当に あそうガチャかもね、ガチャだよね多分こんだけ持ってるってことは。これとかはイベントとかなんじゃないんかな、イベントか、うん、でも多分もっと全部ちゃんとイベントやってる人、うんうんうん、結構たまにサボるからイベント、うんうん、まあ、多分もっとあるんじゃないかな、やってる方だけどな、でもそれでもサボってんのかな、どうだろう。あでも、もう3000ぐらい溜まってるじゃん。そんな、うん、この枠がこの後できんよ。あほんえできんやつとか家持ってなかったよね、うん、俺それ逆に持ってない。3枚も持ってる。え3枚もアンロックカード持ってたん。これはでもやっぱイベントだと思うよ。あアンロックカードはそうだね、たまにあるイベントだもんね、しかも年一とかしか来ないよねアンロック、うん、ちょうどあれこの間旧正月イベントで来たんじゃないかな、あアンロックカード確 か、ね、うん、うん、この間来たやつをすぐさま分解するっていうね。でも代わりに衣装がね、うん、手に入るんですよ。 UR の衣装だって交換カードないけんね。 UR 交換カードもあるよたまに。 あるんやん、うん、なんかうえめっちゃでかい。3000も3000一気に入るのでかい。いやもうなんか2万1000ぐらいある。えぐ、元々が結構あったとはいえ、いやえてかさのんのさこのかけらの数やばくね。あかけらじゃない手がかりか、手がかりの方か。えいくつそれ。これもうほんとほぼ使ってないかな、うん、5年間だよね。ずっと貯めてるんだみたいなこと言ってて今2万、21万、うん、いやこれはこれで待ってこの人やばい、別の動画にしたいなと思ってる。そうだよね、ガチャやっけ回してないよ、うちずっと。いやワンチャンさ全プレイヤーの中で一番多い説ぐらいあると思うよ。そんなことはないよ、上には意外と多いよ。あいるんだ、あらゆる調べてんの。そう家具では使っちゃってるの、うん、あはいはい確かに最近家の家具おしゃれしてるもんね、うん、そう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 、おしゃれした上で21万あるんだ。あそう手がかり21万。結構ある方かもしれんね。えーでも終わっちゃううち、こんなくないもん。え終わり終わり。あえ意外とこれがある最後。あ、はいはい、これでも言うと一緒ぐらいかな、9600円かね、言うのね、はいはいはい、多分交換したら32944で7000引いて25000ぐらい。あでも25000ぐらい増えて、俺より3000多かったかなぐらいかぐらい大体ね、うん、多いっていう感じですね。そのガチャも分解できたらね熱いんだけどね。ねこれね、じゃあせっかくやしさ、うん、交換したやつで、はい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 、まあ本当に最小限に最小限、いや押さえなくてもいいよ、もちろん好きな衣装があればぜひ交換してさ、無料でねせっかく手に入る、まあ、手に入ったからね、うん、それでプレイ動画。あーなるほど、じゃあここのショップに売ってるやつ買ってそれで試合、うん、あいいね、 OK 分かった。じゃあ最高のやつある、それ決めて、じゃあちょっとマルチ集合で、はい。さあということでそれぞれショップで買ってきた自慢の衣装を使って遊んでいこうと思います。はい、やっていきましょう。めっちゃいいのあったわ。でハンターが、あ白黒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 、うっちの方来るかな多分。 OK これね、またねノンがバンしなかったからね割れたんだよね。あ、僕はサングリア来なくてよかったね。よかったドキドキだったよ。でうちは弁護士の良さが全く活かしてなかったので、うん、上上がってるよ、上上がった、感じ上がった、感じ上がった、分かるよ分かるよ分かるよ、うん、あー落ちてったやってる、なんか俺になったんだけど、怒りのターゲットに来た俺の一応な弁護士なんだっけ、うるわしキノコだっけこの人なんだ、うるわえ、鮮やかキノコでしょ、鮮やか、いや、うるわしキノコかな、鮮やかだよ、あ、鮮やかだ、いや、うるわしうるわしキノコっていう衣装ですこれ。本当に、はい、もうそれにします今日から、はい、このうるわしキノコ、俺のこのキノコのこの光沢、それにつられてキノコ頭って言ってた、キノコ頭かわいいか、かわいくないかもしれない。でもうちはこの衣装もう気に入って、あ、気に入った、うん、え、あのダブルメガネ、うん、ダブルメガネ見えるやつね。てかさ、うん、この衣装にするって言ってなかったよ、いやそれいいじゃんって言っただけよ。いやこれでうわ一緒かよお揃いかよみたいな感じの飾りで弁護士2で行くんかなと思ったから、ダブルメガネコーディネートペアルックしたかったのと思ってたけど、まあこれ結局ランクはだからね、うん、できんけど、マジかオフェンスにもダブルメガネ衣装あったらなできたけど、これ最強やけどねメガネえ何が結構脳死で喋ってない、ダブルメガネ最強は全然最強じゃないぞ。でもそのオフェンスに関しては
めっちゃ流行ったよね、昔。いやいや、もう一時期多かったよ、ね、いや今でも根強いファンいるんじゃないかな。まあ、でも今でこそでも減ってきたけど、うん、結構やっぱモサオフェもずっと使ってる人が多かったからな、まあ、これといえばっていう衣装はさ、うん、やっぱ自分なりに使いたくなるよね。まあそうだよね、使いたくなるっていうか見つけたいというか、うん、のもあれだね、義士の天音、ね、うん、みさみさんコラボ衣装をずっと使ってるかな。あんまないんだよな。やっぱ謎ボール謎ボール使っちゃった。ボディーブロック怖すぎて、うん、あ、これいや、でかすぎ、これ上手すぎ、いいよ、うますぎ、興奮ないよ、もう、あ、うますぎ、天使。どうしよう、多分空軍も行ってる。これ先、先乗り越えよう、先乗り越え、あー、最悪、俺もやった、あ、ディートリ来てる。あ、マジか、俺頭で、最悪、結構最悪。まあいいか、うん、ワープ、ワープ使ったら銃撃てるよ。俺ここで、あー、SR ねえ、回復行かせて、強い。どうしよう、ナイスナイス、銃撃った、頑張れ、あと頑張れ。この編成に鬼没なのあれだよね、うん、結構男気あるね、頑張ってるね、白黒。もう興奮使っちゃったらもう、あ、ナイス、でかっ。いや、これ結構俺の DD 分世界で変えてくれるかも。そう、うん、こっち側がもうあと4割ぐらいかな。うわ、どうだこれ、上げていけるかな。救助行った方がいいんじゃない。大丈夫、俺はもうここ上げるよ、うん、救助さえできれば上がるよ、うん、もう全然一緒に救助行こう。こういう場面は場所が、ね、バレてんだよね。もう俺も救助ハラスメントすればよかったな。はい、あー、フラフラいよ、うちいや、でもいい、もうそれでなんか、もうなんかいい感じに、もう、もう救助さえできればいいから。てか、白黒とかしし、この衣装しか見ないってぐらい多くない。あ、あれだよね、演劇、そう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 、最高演劇賞で、最高の UR 衣装なんだけど。まあ、かけらでもやっぱ買えるし、もう何よりめちゃくちゃかっこいいしで、確かに俺も超絶かっこいいと思う、それ殴られたら、あ、OK、いいよ、はい、あ、来てちょっと、深いかな。まあ、これ、いやいや、全然、どうだろう、空間割れてるかな。あ、空軍、あ、じゃあもう、もういくらでもやり終わるよ。まあ、即ダウンからの即飛びされちゃうときついと思ったけど。お、鬼没入った？あれ？入った入った入った。しかも、ちょっとフラホで伸ばしてる。まあ、今から。開く？本当に？開く開く開く。もうだって。応援して。大丈夫。やっぱりでもこの応援によって3人いることがバレてしまった。でもあそこだったら、大丈夫。間に合う間に合う間に合う。大丈夫。おー、ツッコミ！すごい。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。